俺の部屋決まったね。まあ普通に今回もストーリー進めるんですけど、ちょっとあまりにも喧嘩が弱いなと思って、ちょっとねレベル上げてきたんですよ。まあ右に書いてある男の器ってのがレベルだけど、まあ前回2だったのを4にしてきました。でちょっとパラメータ上げよう。まあ、とりあえず全部1個ずつは少なくとも上げて、やっぱパワーは欲しいよね。腕っぷしにもう1個、ちょっと足の速さももう1個上げて、ちょっと平坦にしとこうか。その上でちょっと打たれ強さも欲しいかな。結構ダメージ受けるもんね。まあこれでしばらく喧嘩で遅れを取ることはないでしょう。ちょっと待って、今の互角形みたいなのどうなってた？あ、互角形にやっとちょっとだけなんか形ができた。今まで点だったもんね。点だったのがね、ようやく面積は持てたね。これ果てしないな。レベルいくつまでやんだろう。よし、じゃあ出かけよう。なんか前回あれよね、なんか近くの高校のやつが暴走族に襲われて、でとりあえず学校に様子を見に行ってみようみたいな、そんな感じだったはず。だからとりあえず普通に登校しよう。でちょっともう服装もいい加減ね、まともな感じにしてあげたけど、やっと包帯取れたし。ちょっとね、俺がそこら辺で雑魚倒してレベル上げてる間にもね、千葉ちゃんからメールがいっぱい届いてて、まあ、ちょっと千葉ちゃんがめんどくさい彼女みたいになってんだけど、千葉よしよ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 、すげえめんどくせえ女みたいになってんだけど、どういう、いつの時代も呼び出す先は体育館裏なんだね。極光でも午前中に真面目くんが呼び出されていじめになってるらしいよ。あ、このいじめを助けろみたいな、いじめられてるやつ助けたら一目置かれるみたいな、なんかこうサブイベント的なやつなのかな。島高と極光の生徒は仲が悪いね、小競り合いが起こってるよと、それもなんか仲裁してあげろみたいな。あ、それ系だろうな。はいはい、部室の前でカツアゲが起こってる、夜になると親父狩りが行われてる、サブイベントめちゃくちゃあんな。あ、ナンパ集団が出没してる。ほうほうほう、あれ同じメール2つ来てない。あ、そんなことないか。まあマップ上に E って表示されてたら、そこがイベントの場所なので、うん、まあ見つけたら首突っ込むみたいな感じでいいかな。とりあえず学校に向かおう。まあ、向かう途中に、ん、またか、また千葉ちゃんか。なんで同時刻に2つ送ってくんの？なんで小分けにすんの？いちいち。いつの時代も呼び出し先は体育館裏なんだね。聞いたわ、それ。これ俺が解決するまで何回もメール送ってくんの？千葉ちゃん、ひょっとして。すげえめんどくせえじゃん、千葉ちゃん。あ、え、大丈夫？え？ぶつかってないよね？ぶつかってないよね？え、何？気で飛ばした？怖っ。あ、俺もう早速イベントじゃない？行こうぜ。ちょっと首突っ込もうぜ。せっかくだから。うん。こうやって通りかかったら首突っ込むぐらいでいいんじゃないの？うぃ。どうした？あ、危ね。車来てた。うん。マジ。かっこマジ。まんまじゃねえか？え？あ、これ、さっき千葉ちゃんがメールでくれた、島子のやつと仲が悪いみたいなやつか。てめえらが先にメンチ切ったんじゃねえかよ。そっちだろうが。おうおう。一年同士の小競り合いか。そっちのやつが半端で俺にメンチ切ってたんだよ。よ。おい。狂犬だよ。狂犬が来たよ。あ、うちの2年生っすか？そんなに知られてねえじゃん。こいつは俺にメンチ切ってきたんすよ。うん。島高と極光がそんな些細なことで喧嘩しちまっていいんか。そうだよね。なんか連合入ってんだもんね。同じ極東連合なんだぜ。やばいだろうよ。安尾先輩も島高の山田さんも黙っちゃねえぞ。山田さん、俗にやられましたけどね。うん。どうすりゃいいんだ、俺。おお。
あんたうちの2年だったら俺らと一緒にこいつらやっちまいましょうよ。え、これどうなの？え、どうなのこれ。ん？どっちだ？手貸したら逆に島高と悪くなっちゃったりすんじゃないの？いやでも止めた方がいいよね。なんかこう見て見ぬふりしてもなんかシャバい感じに評価されちゃいそうだもんね。止めてやるぜ。おい、お前らいい加減にしろよ。まあまあ、島高と曲は仲間なんだからよ、そんなことで喧嘩なんかすんなっつってんだよ。へえ、先輩ビビってんすね。俺超舐められてんじゃん。こいつ極高でどういうポジションなの？言うほど安尾の仲間でもないし、でも1年のやつが見たら、あ、2年の人っすよねって言われるぐらいの。すげえ。なんだその笑い方。2年までそんなんかよ。おい、誰がビビってるって？おい、あんたがビビってんだろうが出せよ、2年の癖してよ。味方からもディスられ始めたじゃねえか。どうなってんだ。かかってこいや。かかってこいや。え？え、何全員相手にすんの？てめえが1年後に俺がしっかり教え込んでやるよ、強行と島子は同盟組んでるってことをよ。やっちめえ。ち構わねえ、こいつからやっちまうぞ。なんでそうなんだよ。あ、でもこれまとめて倒したらちょっとリスペクトはされるかもしんねえな。なんてやつだみたいな。これちょっとレベル上げの成果見せてやろうぜ。早速このクソシャバいダサーボーどもによ。必殺技、ほら、右服、よし、右服、よし、あ、またレベル上がっちゃった。おいおい、どんどん強くなっちまう。あ、小銭拾わなきゃ、小銭、よし、小銭、あれ、小銭、もうないの？おい、いや、あのヘナチョコパンチから、あ、違う、小銭。なんでまたがった自転車に。そっか、乗り物乗るのと小銭拾うボタン同じなのか。すいません。あ、いいじゃん、かっこいいじゃん。でもこれは勘弁してください、これだけの人数に。俺がダザボーだったか、ミスさんもございません。おい、俺がビビってたか、シャーバーそうか。すげえ調子こいてんな。まだ喧嘩する気かお前ら。あ、これはでもなかなか男らしい行動をしてしまったな。じゃあ仲良くしろよ。はい。いや、解決してしまった。これどうなんの、こう解決すると経験値もらえるとか。まあでも経験値は戦闘で普通にもらえてたけど。あ、え、別になんかもらえるではないの。またメール来たわ。なんだよ、どうせ千葉ちゃんでしょ。いつの時代も呼び出す先は体育館裏なんだね。聞いたわ、だから。こいつしつこくね。ちょっとステータスの割り振りもしよう、せっかくだから。またしても。残り4か。腕っぷしに1個入れて、少ないやつにそれぞれ入れてく。うん。ちょっとバランスよく、すごいバランスよく育てちゃってるけど。まあ結局弱点作っちゃうとあれだからな、バランスよく育ててくのが一番いいんだろうな。やっぱ気持ち的には脳筋にしていきたいんだけど、脳筋にしすぎるのもな、もう散々今までやられてきてるからな。コテンパンにされてきてるから。え、どうなってんのこれ。そこ登りたいんだ、そこ。違くて、あれあれ？なんでこっち側にバックすんの？こんなに下手なの？ちょっとさ、学校行く前にさ、お店寄ろうぜ。ちょっと服欲しいわ。怪我治ったから今なら服買えるでしょ。よいしょ。ちょっと渋い服買っちゃおうよ。おお、よく来たな。じゃあインナーから見せてください。あー、長袖だったり半袖だったり、あ、まあインナーよりアウターかな、とりあえず重要。あ、でもさらしとかもあんだ。あ、さらし渋いね。
ちょっとね、レベル上げる過程でそこそこ金も貯まったからね、晒しやすいからこれ買おう。これ着替えるわ。で、晒しの上になんか長蘭みたいなの着たい。あ、でもなんか普通の服っぽいのもあんな。うーん、どうしようかな。え、なにこれ、ハッピか。ハッピね。いや、ちょっといろいろあって悩むな、これ。普通に長蘭でも買おうかなって思ったんだけど、あ、でも長蘭高え。マジか、これ高えな。なんか普通の服買うか。じゃあハッピーいただきます。普通の服じゃなかったけど。で、ハッピー、ああ、なるほどなるほど、買います。ちょっとハッピーに合わせていく形にしたらちょっとえらいことになってきたな。サンダルいいですね。買います買います。はい、しまった、超乱買えねえからって。ハッピー買ってそれに合わせていったらとんでもないことになってきた。うわ、怖、変なことに使うなよ。もうこれつけて外出る行為自体が変なことだからね。変なことに使うなよっていうか。ああ、ハチマキじゃん。ハッピーに合わせに行こうぜ。よし、お、また来いよ。これだいぶ仕上がったんじゃないの、いい感じに。なんかね、服装でね、なんかすげえかっこいい服装を着てると、なんかもう長蘭でリーゼントでみたいな。なんかあの雑魚と遭遇した時に敵が勝手にビビってくれるみたいなのがワンの時はあったね。いや、このお祭り具合はなかなかビビってくれるんじゃないの。ロード長えな、ロード長えな。服屋、いいじゃん。あれ、あ、ふんどしってこれあれか、ズボンの下に履いてんのか。わかんねえな、これじゃあ。まあ、許してやるか。ちょっと髪型も変えようぜ。ここ、バーバー。よし。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。何そのボイス。はいはい。あ、リーゼントあるね。なるほど。あー、でもなんかそんなにバリエーションないな。他の町に行ったらまた違うバリエーションがあったりするんだけど、この床屋とかもね、服屋さんとかも、うーん、そんなにバリエーションないな。リーゼントだと安尾先輩とかぶっちゃうからね。まあ髪一旦これでいいかな。いや、でもオールバックあたりにしたらちょっと気合い張ってる感じになるかな。ちょっとしばらくオールバックにしてみようかな。ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱちょっと変化つけていかないとね。ため。ギャンブル用語でサイコロの出目が同じゾロ目の状況を指した隠語。そっから取ってんのかな、年齢が同じっていうのを、ためっていうのって。たまに勉強になるんだよな、この番長用語辞典。たまになんだけどね、だいたい役に立たないんだけど。ロード長えな。もう次からロードもいちいちカットしようかな。で、あれ、自転車さっきまで倒れてなかった、誰が直してくれたの。あ、いいじゃんいいじゃん。ハッピーでハチマキでリーゼント、めちゃくちゃ気合入ってんじゃんこれ。んだおか、やんのかおい、おか出さぼうがよ。ああ、俺の友達の友達の友達は超ヤンキー。俺の友達の友達の友達は超ヤンキー。超ヤンキーって言い方した。おっしゃ、一発だぜ。あれ、他にも敵いんの、いた。おい、ちょちょ、武器はやめてくれ。よし、くそ、てかなんでこいつだ、極光の近くにもいんだよ。なんとか連合のやつらでしょ。てかアイテム拾えねえや。なんか使おうかな。アイテムいっぱいだな。
え、これいつの間に手に入れたのこんなの。あー、これバイクとか乗ってる時に、ガス欠の時に持ってれば1リットル給油できる。へー、ちょっとこれは取っときたいな。こんなんもういつの間に手に入れたんだ。もういや、なんか牛乳とかそんな使わないでしょ。気合が上昇する。それより体力回復の方が欲しい。アンパンで、よし、自転車で学校乗り込むぜ。で、あ、でもなんかイベントもあんだよな。ストーリーも進めたいけど、ちょっと見てみっか。イベントなんか体育館裏で呼び出しがどうとかあったよね。あれ体育館でしょ。ちょっと首突っ込みますか。弾けるのかな。うい。シャバくなった音がした。あ、でも調子こいてんじゃねえぞ、それ。散々だな、この人。自転車で引かれるわ。絡まれるわ。そのツアーでラブレターなんぞ書いてんじゃねえよ、これ。おい、この真面目な生徒はなんでこの高校を選んだんだよ。こんな治安の悪い。そんな。おいたした分、今日はいつもよりハードにお仕置きしちゃうからな。わる。急にお祭り気分のやつ来たな。おい、何やってんだよ。あ、抱いてよ。え、そんないきなりちょっと言われても。不細工なくせして、うちの女子にラブレターなんぞ書きやがってよ。マジ許せんよ。だからちょいとお気を寄せようかと思ってさ。お、助けるに決まってんだろうが。逆に助けなかったらどうなんのこれ。おい、普通にイベント終わんのかな、そのバスってさって。弱いもんいじめて楽しいのかお前ら。何言っちゃってんのよ、抱いてよ。好きあらば抱いてもらおうとするね。じゃあ俺をいじめてみろよ。お、ん、マジで抱いてもブサイカーの仲間なんかよ。じゃあお仕置きするっきゃねえな。俺すげえ舐められてない。1年にもやっちまおうぜって言われるし。いや、逆にそういうのを変えていくためにこういう行動を取っていかなきゃいけないんだな。こういうのを積み重ねていけばやっぱり尊敬されるわけだ、極光の中でも多分。おら、かますぜおら。いや、右フック出が早くていいな。全然違うわ今までと。小銭今拾えた？お金欲しいからな。なんか前作ではアルバイトするっていう行動があった。今のそんなに感謝した？ありがとうって。そんなに感謝してなさそうだったんだけど。 おてめえらこいつに詫び入れろ、二度といじめませんってよ。すんません。おお。すんません。かっこいいじゃん。次やってやがったらぶち殺すからな。いいじゃん、男前じゃん。でも別になんかくれるわけじゃないんだ。なんかくれるわけではないんだ。これやってくとなんかでもいいことあんのかな、サブイベント。体育館中入れんの？入れた。あ、またメールかよ。はい、千葉ちゃん、狂犬ちゃんよ、ついに極東ゆりかす大事件が追っ始まるぜ。あ、これは普通にあれなのかな、ストーリーなのかな、サブイベントじゃなくて。一旦家帰れって。そんなこと言ってもな。あ、なんかある。こういうの大事よ。ああ、喧嘩魂大事なやつじゃん。一旦、あー、どうしよう。ちょっと待って、もう別にアンパンとかいいでしょ。一個使おう。これはでもなんかここぞって時に使うといいかもしんないな。守備力が15秒アップする。でも15秒って短くね。いいか、まあいいや。アンパン一個食って、喧嘩魂拾って、で、あれ、まず使うんだっけ、アイテム欄から。アイテム欄からてってんってSE が謎すぎるな。何あげよう。あ、
どうすっかな、もう一発腕プシいっちゃおうかな。イエーよし。でもちっちゃいな、やっぱり五角形。まだ五角形にすらなってないもんな、このレベル。レベル上げたいな、もっと。よし。あれ、なんかハートマークついてる、マップに。なにこれ、え、なにこれ、え、激マブの女がいたりする。あ、ここにもアイテムだ。ふぅ、またプロテインか。え、なにこれ、ほんとに。え、え、入れねえじゃん。え、なんなの、なんでこの体育倉庫みたいなやつにハートマークついてんの。今誰かがしてる、この中で。もうハートマーク的な行動。この体育倉庫ってのがまたそういう、え、なんなんだろう、マジで。すげえ気になるけど、今別に何も起きないな。で、ちょっとイベントマークがまだ2つもあるな。よいしょ。なんか他にも言われてたよね、千葉ちゃんに。なんだっけ、いじめがどうとかは今やって、あそこにあるな。なんだよ、しつけーよ、千葉ちゃん。狂犬ちゃんはもちろん帰宅部だよねその言い方もちょっと腹立つけど、それ、これ、これもメール前来たな。多分それじゃない、カツアゲが怒ってるって。これでしょ。よいしょー。え、ちょ待って、今のなんか普通の生徒じゃなくて斉藤ちゃんだった、ひょっとして。先生、先生じゃん。 あなたたちやめなさい。ええー、あー、そっか、生徒に嫌われてんのか。あ、そんなメールも来てたね。先行はそんなに偉いんか。なるほど、こう不良に対して厳しいから。まあ当たり前なんだけどね、完全に不良が悪いんだけど私にそんな口を聞いて分かってるんでしょうね。まあ、でも先生の態度にもちょっと問題はあるのかな。うん、おお、どうしたんだよお前ら。あんな大体てめえには関係ねえよ。斎藤、覚悟しろよ、ほら。いやー、でも、大帝王も結構目つけられてるからな、斎藤ちゃんに。まあまあ、普通に助けるけど、助けないってしたらこれ先生どうなっちゃうの、どうなっちゃうの、エロ同人的な展開になるの。だとしたら助けないもちょっと見たいんだけど、まあどうせそんなことにはなんないから助けよっか。おい待てや、大帝よ待てや。何、あんでてめえ文句あんのか、うん、そりゃサイトちゃんがちょっと態度気に入らないつお前らの気持ちも分からなくもねえが、大帝君、あんたもこの子たちと同じなのね。俺信用されてないな。うん、チクル、そんなことするかよ。うん、今ここでテメラぶっ飛ばすのにチクル必要なんざねえだろ。うん、それはそれでちょっと斎藤ちゃんにまた怒られそうだけどね。チー、それで斎藤の前にこのダサ坊やっちまうべ。おお、俺ほんとこの学校で地位低いんだな。ほんとに1年間何してたの。まあ、入学直後にいきなりね、安尾に軽くあしらわれて花を折られたみたいなのもわかるけど、そっから1年何したんだよ。で、ちょっとまとめてきてくんないかな。まとめてきたとこに必殺、ふいふいふい、小銭小銭、よし。お、結構金持ってんじゃん。こんなに強かったのかこいつ。大手よくん、まあ、学校に8匹来てることをまず8匹来て登校してることをまず怒るべきだけどね、斎藤ちゃんは。すまんすまんかった、勘弁してくれ俺は悪かった、だから許してくれよ。シャバゾーが、おー、いいね、ちょっと善行を積み重ねてきてんで、これは安尾先輩にちょっと近づいてきてんじゃない。大帝君、怪我してるんじゃ。斎藤ちゃん、少しは生徒に優しい態度取ってやれよな。じゃないとまた誰か狙われるぞ。いやー、これは女になりましたわ。
次は知らねえからな。ありがとう。私も女だからなんだからねっていうことを言ってきたからね、電話で。ああ。じゃあな。よし、これでちょっと斉藤ちゃんにも見直されたな。シャバイ。シャバイも仏教用語からなの？人間界を荒らすシャバから、ああ。シャバの空気はみたいな言うもんね。まだイベント2つもあるよ。何今度は？イベント消化だけで、このパート終わっちゃったな、結局。ああ、これもさっき見たやつだな。はい。これもさっき見たやつだな。しつこいわ。ちょっと、斉藤ちゃんに電話してみようか。ね、今助けたからね。斉藤ちゃん、大人はからかわないで。先生だって女なのよ。ちょ、定期的にこれ聞きましょう。電話して。定期的にこれ聞いてこう。